ヘルマン一世は、マイセン返境博、ウェラウジッツ返境博、ハッセガウ博、バウゼン博。彼は、この他に、シュクロイディッツ博、クロイチュ博、オースチャリン博、シュケーレム城の城代の地位をも要求していた。これらは、シュクロイディッツ軍に属し、シュクロイディッツから、ツビッカウボンの真ん中まで、大きな弧を描いている。ハッセガウは、レープリンゲンと共に、 バルハウゼン上場代に属すが、彼の両方内部にある。彼は、辺境白エッケハルト一世と、ザクセンコーヘルマンビルンクの娘であるシュバンヒルトの、長男である。また、ポーランド公で後に王となる、ピアスト家のボレスワフ一世、フローブリの娘レゲリンダと1002年夏に結婚した。1002年4月30日に父エッケハルト一世が、殺害された後、 おじンんェリンの偏京博時代には、ヘルマンと弟のエッケハルト二世は、自家の私有地で我慢することを強いられた。おじとの死闘の結果、1009年の勲功会議は、おじのグンんェリンを解任し、国軍で王妃、マクデブルク大主教、タギリの、あるいは会議に出席した諸公らの調停により、ヘルマンが偏京博に任命された。彼はすでに1004年には、ミルセナーラントの、 バウツェンの保護統治権を手に入れていた。1007年、ポーランド公ボレスワフ一世との新たな戦いが再燃し、公爵は直ちにガウザラ及びゼルプリ、さらにラウジッツに侵攻し、略奪を行った。彼はバウツェンにも進出し、これを征服した。1015年に不兄のゲロ二世が出兵するが敗北、ゲロ二世は戦死しその遺体は、 エッケハルトとギュンターの兄弟によってニーエンブルクの修道院に送られた。彼は1018年にポーランドに対してバウゼンでの秩序維持を懇願し、1028年には皇帝コンラート2世に助力して失った領土をすべて回復し、オーバーラウジッツバウツェンを再び手に入れた。彼はバイマール・オーラメンデハクと対立してバイマルを攻撃し、また、 ロホリッツ近郊の三林管理権などをめぐって、ベルゼブルク市教、ティートマールと長年にわたって争った。彼の政治的軍事的な運営は、守備という点において、埋線国境のポーランド軍の能力を凌駕しており、その所領を一連の戦いから守り抜いた。彼は、王と学府との間を調停しようと何度も、試みている。そして彼の統治の終盤には、1031年の、 こんな後2世とポーランドのミエシコ2世との間の平和協定締結に基づく平和な期間が訪れ、国境地域の開発を行う兆しが見え始めた。1032年からは弟のエッケハルトが両方の運営を行った。ありがとうございます。